月、引きビデオクラブと町子映像制作部との交流が始まりました。そしてその年の12月には市職員の飯塚さんによる原作が完成したのです。そして第1回目の制作実行委員会は翌年の2月に松子で開催されました。その年の4月にはチラシ第1号が発行されました。2013年5月5日の埼玉新聞のトップ記事にこの市政施行60周年記念の映画作りの話が紹介をされたのです。そしてその年の7月、松山女子校の書道部の小林奈々子さんによって歩いて行こうの題字が完成したのです。同時に歩いて行こうのロゴマークが松高生によって完成をされました。これは殿山町自治会館で行われた第10回目の実行委員会です。オーディションに向けて役者募集のチラシです。7月14日にはオーディションが開催されて6人枠に30人もの応募があって大変狭き門になったのです。役者さんが決まったので制作発表会が行われました。歩いて行こうの主題歌はシンガーソングライターの古澤ひかりさんによって作られました。この映画のクランクインは8月23日でした。撮影は記録的な猛暑の中、そして冬は記録的な寒い中で30回にわたって撮影が行われたのです。撮影の見学をしていた女子中学生の運動部員もエキストラで参加をしてくれました。2013年11月27日に上田県知事がテレビ埼玉のとことん訪問という番組で松子を訪問して激励をしていきました。森田市長もご一緒に訪問されました。終始和やかな雰囲気で話し合いがされたのです。そして今年の6月29日には NHKBS 町のアイドルという番組放送があって、ここにもこの映画が紹介されました。